おはようございます。アドです。今日は5月17日水曜日です。いよいよ私が大好きな新緑の季節到来ということで、関西の新緑の中でも大好きな明神平っていうところに行こうと思います。明神平は冬の季節も霧氷で有名なんですけど、新緑の季節の緑のキラキラも大好きです。そして今日はそこからさらに進んだ檜塚奥峰っていうところまで行きます。それでは行ってきます。これ苦手や、めっちゃ。水量多いな。こいつ？クリア。立ち止まりポイントやな、ここは。めっちゃ綺麗もんな。綺麗な釣りがうまく収められるか。新緑やっぱりいいな。そのベンチ一回休憩したい。そこで空を眺める。緑と空を眺めたい。よいしょ。食べる？はい、よもぎ餅出そうか。うん、グーグー。僕にもらう。いただきます。いただきます。いただきます。美味しいのかな。うまっ。うん、美味しい。バターすごい。バターの味も、よかった。おいしい。大福スイートポテト、めっちゃ美味しい。よかった。やばい、バクバクいっちゃう。いって。やばい。もう1個欲しい。もう1個欲しい。もう1個、3つ食べる。でもこれで頑張って歩けそう。秋に来たんやん。ここすごかったよ。絶対綺麗じゃない。もう絶対綺麗。秋ってイメージなかった。新緑と冬。冬しかなかった。人形が綺麗やったから、これはもう綺麗かなと思って来たら、よかったんやん。絶対いいな。だって無表になるぐらいからここも全部顔落ちてるもんな。そうやんな。ほんまやほんまや。どの季節もいいんや。もぐもぐしてる。うまい。ここポテってしてる。してるわ。赤ちゃんいるんや。え、そうじゃない。いる、絶対いる。お尻かわいい。逃げていったりしいのね。うん、あれつがいなんか。でも映らないな。見てる。うまいな。こんにちは。じゃ見てる。どっちもいい。見上げる緑もいい。見下ろす緑もいい。いっぱいいっぱい何取りたかった。
見えたいかな。見えたいじゃん。あ、冷たい。あ、ほんまや、気持ちいい。気持ちいい。こんなに豊富に水が出てるって。すごい。いいよ。すごい。緑。ほんまや。すごい。綺麗な、うん、地面ふかふかやし、褒めるやつやな。あー、着いた。綺麗綺麗。なんやろ、バイケーションすごい、ほんまやな。なんかさ、色が鮮やかすぎひん？絵の具みたい。これとか嘘みたいな、な、うん、なんか蛍光黄緑じゃない？わかりすぎ。テントしてる人も誰もいないんやな。テントゼロ？平日やもんな。あっち、うん、明神平に着くまでの間にゆっくりしすぎて時間が押してきました。急いで行こうな。行くでー。綺麗、鮮やかすぎる。そうだ、この登り返しが嫌やなって言って行ったんや。お前帰りはさ、見上げる新緑やから綺麗すぎてあっという間やったん。綺麗や、綺麗。うん、あの白いの白ヤシオじゃない？あれ、やった、白ヤシオ、もりもり白ヤシオ。クタクタやな。お腹減りすぎて。とりあえず眺望を見る。眺望見ようか。見て、ご飯にする。やったー。やったー。着いたー。遠かったな、今日はやけに。着いたー。日ちょうど。日の木塚奥峰。あ、ここに標高もちゃんと書いてんねんな。標高。よいしょ。1420m 登頂しました。な、私も、もう、なんかないぐらい。なんか、この気温とな、めっちゃいい、うん、快適指数 120% かな。だけど、虫だけが嫌。ほんまだよ、目の周りをうなちゃん。ありがとう。あ、マジありやな。いいか、もうここからは、あ、ここからも、やったら、やろ、もういいんやな、言っていい。もう、各自用意しよう。言っていい、うん、まいちゃんは気づかんふりしとかなあかんから。あ、そういうタイプ。ここでやるけど。え、そんなしてくれんの？ここでやるけど。もうな、もうな、5月やしな。いや、もうそんなの、いつになってもやるって言うから。やっとくれ。だってな、ちょっと聞いてや。何？前回私たち練習してんの。そうやで。次にまいちゃんと会う日に成功させるために私たちは練習まで積んできたんや。練習したんですかね。アボカドどこ行った？あった。
めっちゃすごい。こんなにクリームももりもりしていいんかな。てっぺんはさ、何もなしでいいんかな。あ、ハートいいやん。ハートてっぺんにしようよ。ハート、私のブドウも刺していこう。クリームがあれやな、ないやクリームが私の問題やった。なんだなんかクリームが。せやん。え、いんちゃん、よくやったんちゃう。めっちゃいい。やった、やった、やった。どうよ。今週の力作じゃない。いいやな。わいちゃんはまだ見たあかん。あかん。うん、シュランフリや。頑張ってしといて。シュランフリ、またな。フルーツポンチも美味しそうや。すごい。すごい豪華。大丈夫かな私。それすごい大事やな。あと歌う、うん、私とみんさんは歌う。頑張って。うん、歌うの。うん、じゃあ、はい、いきますよ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Maricha. Happy birthday to you.どっから行こう。てっぺんちょいただいていいじゃん、うん、真ん中らへんから行こうか。好きなとこ取ってまいちゃん。真ん中行ったらあれやない、ガクってなるかも。まあまあな、すでにもう上からか。とりあえず上。いただきます。え、子供ちゃん、うどん、いっちゃん、行ってもらった、行きました。じゃあ取ってやる。おいしい、おいしい。4時ちょうど、予定通り、ね、宴会を終えて下山開始します。ここから2時間半やったっけ、登山口まで。だから6時半ぐらい、日が明るいうちに下山できる予定です。優秀私たち超優秀だけどさ、すごいな、フルコース楽しんで2時間で終えたんやから上出来やな。すごい緑に包まれてる、全身緑や。ほんまや、今ほんまにまさに上も下も緑です。緑だらけ、綺麗。この緑は夕方でもこんな綺麗、緑綺麗すぎる。めっちゃ緑、鳥も綺麗に鳴いてる、ねね、日が優しくなったから当たってな、うん、優しい色に、ね、優しい色よな、夕暮れの色。夕暮れの6時23分、林道まで戻ってきました。駐車場も多分あと5分10分ぐらいで着きそう。閉店いらずの時間になんとか下山することができました。今日はとにかく新緑が綺麗すぎてちっとも進まれへんかったな、うん、序盤からねだけどやっぱり明神平の新緑に外れなしっていうのは今年も思いました。目的としてた檜塚奥峰、ね、途中で諦めそうになったけど、検査が遅すぎて諦めそうになったけど頑張って行ってみて、やっぱり良かったよな。良かった、うん、全部が緑の世界も楽しめました。そしてお昼ご飯もフルコースな、いっぱい食べた、いっぱい食べて、うん、メニューをな、うん、前菜やろ、前菜にし前菜にカナッペにパスタのメインにデザート、ハッピーバースデーまでできてフルコースをできたな、うん、今日も一日楽しめました、遊び倒した
また明日から頑張れるな。今日は気温が高くなるっていうのは分かってたけど、思ってた以上に汗をかいてしまったんで、お風呂に入って、あとご飯もこれから探したいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。明神平の駐車場から10分から20分ぐらいで着く八幡温泉です。気持ちよかった、うん、気持ちよかったな。食べって書いてあるね。あとは食べよう、どっか探そう。晩ご飯は王将です。お腹減った。いただきます。絶対暑いやんな。どうしよう、絶対暑い。生姜が効いてる気がする。生姜めっちゃ効いてる。でも美味しい。温まりそう。